どうも、おはこんばんにちは、ホビドアです。ウィッチャー3ワイルドハント、ブレイ再開していきたいと思います。さて、隣町まで向かうぜ。メインクエストをし、進行した後ね、とりあえず、近くにある大きな町へ行って、持ち物を売りたいと思います。もしかしたら現在行くところにもあるのかもしれないけれど、売るところ。あるなら助かる。あと、ここなんか、人がいそうだな。よしよし。明らかに怪しい場所だ。病気になった黒の軍団がテメリアに送られてる。なんと綺麗な夕日なんだ。でも確かに丘の向こうって言われたな、場所が。な空気だ。暑い日に地下室に入った時のような霧も。なんだこれは。降りるぞ。敵が見える。抜いておくべきか。人か。これはまさかワイルドハントか。何かいる。犬か。それとも銀の剣を。そうか、こっちか。おっと危ない。危ない。やばい。初つまみ飲んどこ。空炎にすでになっているか。結局食らったというね。おっと何やかんやでしているな。しまっておこう。あっち行け。誰かしらがほっといてくれよ。落ち着くんだ、おっちゃん。何があったか話してくれないか。落ち着け。もう終わったんだ。そうだな、確かにあれを使った方がスムーズにことが運ぶよね。ああ、終わった。一度こぼれた水は元には戻らない。忘れることなどできない。何があったって言うんだ、おっちゃん。ヘンドリックという男を探してる。この村に住んでいたはずだ。またどこか行ったんだろ。だが殺された。なんだって。奴らはあの小屋で彼を捕まえて。人間があんな叫び声を上げるなんて何をされたか想像もでき。バレてしまったってことか。何が起こったんだ。ここで何があったか話してくれ、順番にな。みんな連れて行かれたんだ。ちゃん手怪我してるな。日が落ち始めて血のように赤い夕焼けに変わった。おかしいな、カエルの声が聞こえないと思った。お、なんだ。やはりワイルドハントか。なんだこれは。おお。何が起こったかは分からん。ヘンドリックが叫んで許しを求めたが、最後にはうめき声しか聞こえなかった。全部焼かれたと。他の人々は逃げられたのか。ダメか。
いつがワイルドハントを率いているやつか。くそったれ。やつらはすぐ去ったが、村は真冬みたいに凍った。その後家を覗いてみたか。いや、あそこには入らない。何があってもな。それでは平穏があらんこと調べるしかないか。うん、うん、ではな、おっちゃん。サンキュー。いろいろすまないな。調べるか。ここも何やかんやでファーストトラベルがあるからだ。さあ行くか。念のために春つばみを飲んでおくか。やべえ、忘れていたが昼間だから飲む必要がなかった。こいつか。拷問の跡だ。やはりか、かわいそうに。何か見逃しているかもしれない。うちに何か隠していないか。ブーツを調べるか。血が固まっている。鍵が隠してあったぞ。ほう。鍵があるなら鍵穴もあるはずだ。そうだな。どこに。あそこか。小皿売り物だよね絶対。風だ。ここの時間に何かある。しかし一体何が。掃除が必要そうだな。鍵を開けた。そしてどこへ繋がっているんだ。なんだあれは。ピン。おお、アズネビ。男爵のせいでタマラストレンが誘拐されたと思われる。彼女発見者が連れてきた者には膨大な報酬が与えられる。了解した。これはサイドクエストかなんかの一種なのかな。つまり。おお、面白い。しかし用心深いな。そこまでする必要があったっていうことか。金があったぞ。やったね。しかも結構大金。なんだ、なんか本があるぞ。帳簿だ。穀物の代金、木炭の出荷量。ヘンドリックは商人に偽装していたのか。うん、これは帳簿の間にメモ、知恵比べってわけか。興味深い見出しだな。魔女と遭遇。ここら辺が気になるな。魔女と遭遇。対象は沼地に降り立ち魔女と遭遇した。争いが起こったようだ。原因は不明。魔女を見つけろ。ミッドコプスの村で村人と話せ。ほう。酔っ払い。男爵と呼ばれる人物が自分の城に大将を招いた。城というより不法に占拠した砦だが、理由は不明。クローパーチで男爵に接触予定。捜索状況。大将はスケリッチおよびノビグラドで確認された。これは尻か。外見に変化なし。灰色の髪、顔に傷跡。他人との接触を避けている。これは尻だな。警戒。私は監視されている。相手も目的も不明。不安だ。犬が逃げた。バケツの水が凍った。空に妙な光が見える。村人は強調だという。奴らはヘンドリックがシリを探していると知った。だから拷問を。遅すぎたな。手がかりは男爵と魔女だけか。くそ。探すしかないということか。俺はでもゲラルトも追いかけ回されるんじゃないのか。このまま行くと魔女狩り。最高のクエスト名じゃないか。さて、血まみれ男爵がどこにいるのか出ているな。しかしその前に本当にアイテムを売りさばけるところを探したいところだ。
案外今から行く方向なのかもしれないが。はあ、思いっきり今から行く方向だ。そうか、ここが砦なのかな。なんやかんやで。どうする？行くしかないか。しかしここ、ベレンとノビグラードが繋がってるってことだよね。ノビグラードの銀行行かなきゃいけなかったんだけど、こっちかな。どうする？一旦あさっての方向へ向かうか？開始可能なクエスト。こちら方面だったら鍛冶師がいそうなんだよな。ここへファーストトラベルで行ってしまうかな。またでこっち側に行くのもいいかもしれない。このままだとメインクエストを進行してしまうのですが、メインクエストを進行する前にね、ちゃんと準備を整えておきたいところ。装備なども更新したいしね。一旦こちらへ行って、こっち行ってみよう。とりあえず、アイテムを売りさばくことさえできれば、そこら辺を探索して、スキルポイントの手に入るね、あの力の場とかあるから、それも、取りたいところ。世界地図。ここだ。そこ、街が広そうだから、市の一人や二人いそうだよな。行くぞ。しかしよく雨の降る地域だな。季節なのかもしれないけれど、何かいるな、あそこ。おっと、どうしたんだ。通ったら急にクエストだぞ。どういうことだ。なぜ火を消さない。燃えてほしいんだよ。うせろ、あのクソエルフと一緒に燃やされていけ。エルフだって。この状況を脱する3つ目の方法がある。大変申し訳ないか。やばい、こいつらレベル高い。あ、まあいいだろう。問題ない。問題あるな、これは気をつけないと。こいつら強い。やばい、やばいぞ。明らかに俺の攻撃力が足りていない。だが、こんなのは関係ない。ほっほっ、アルツバメ、アルツバメプラス、これやばい、やられてしまったよし、待て、直前のセーブロードだ。やはり装備が整っていないから若干きついな。レベル高いんだけど、敵のね、まあ倒せないことはないと思うんだ。クレイブハグの下はカウンター攻撃で切り落とせる。攻撃。こうすれば毒を受けることはない。なるほど。クレイブハグって誰だっけ？敵だけど、どういうやつだっけ？水中では剣を振ったり、白石を使用したりはできないが、弓矢は使用できる。マジかよ。できるの？逆に、印を使う方が簡単そうな気がするんだけど。さて、どうするかな。どうい、燃えてほしい。うせろ。この状況を脱する3つ目の方。エルフの女性が中にいると聞いては、いや女性とは言われてないけど。さてどうするかな。ヒダメージとかを使用してかな。あっ、やばい、やばい、当たったぞ。やばい、どうするかな。本当にどうするかな。アルツバメ飲んどこう。アルツバメとこれを飲んどこう。強い。 HP が半端じゃないな。 HP の量が半端ではない。しかし空炎なしではきついな。どうする。本当に必要だったら一回他の鍛冶師がいるところまで行って、少なくとも剣を新調してから来た方がいいかもしれないな。
ごめん、忘れていた。こういう斧、両手斧を持っているタイプの敵は一回ね、攻撃者引いた方がいいんだ。おっと、あとで大攻撃用の、おっと、威力強化のスキルも取っておきたいな。あいつらがあっちでテンパってるからいいけど。おっと、まずは一体倒したが、どうする俺。ちょっと、クエンが切れている。気づかなかった。間違いを犯したな。ここではやばい。おっと。移動だ。さあ、ベックウェンが急に切れないことを祈りたいところ。おっと切れた。とっとやばい。クエンもう一発。思い切り見せたぞ。やばい、2回連続はまずいんだ。剣の毒ダメージも入ってていい感じだ。さあ、残るはお前さん一体か。3つだけならゴリ押しでもいける可能性がある。お、アイテムを修理しろとのことだ。いや、今はちょっとできない。そう、は割れたりするのかな。うっと、炎に焼かれて。よし、わかったわかった。これで障害物を取り除けばいいんだな。あ、来るんだ、エルフの、エルフの人。おめでさん、どういうことだ。なぜ生きたまま焼かれる羽目に。本当だ、何があったんだ。貴重品の保管場所を言うのを拒んだら、薪を山ほど積んだ荷車を運んで私を中に閉じ込めて火をつけたの。それで考えを変えることを期待したんだろう。だが話したとしても出してくれたとは思えない。間違いない。助けてくれたお礼がまだだったわね、バッドゲン。お金は家の裏にある切り株の中に隠してあるわ。好きなだけ持って行って。持ちすぎていても危険だわ。ありがとう、さらばだ。ほう、なるほどな。意見しとく。炎に焼かれて完了。イカブの中って言ったけど、そんな取れるの。よし、使ったぜ。かなり面白かったけど。どこだ。家の裏にある切り株の中とかかな。株などあるのか。ここか。あ、これか。間違えた。で、家燃えっぱなしな。あれ、これだけ。そんなになかったよね。そんな予想外に少なかったな。まあまあいいけど。ローチかも。ついでに危ないからセーブしとこう。せっかく倒したからね。ローチかも。あっ、さあ行くか。おお、クマ、森のクマさんがあのところに。戦ってる最中に来なくてよかったな。よし、雨がすごい。そこに、お、オサムスだ。しかし俺はどこから行けばいいんだ。ちょっと今引っかかってたけど。
なるほど、このまま道沿いにこちらへ進んで、こっちか。ここら辺にも街になっているけど、俺全くあさっての方向から行ってる、もしかして。まあたまたまクエストクリアできたから、それもそれはそれでいいよか。修理したいところだな。おっと、商人か。いいところに商人さん、やーい、話がしたい。こんにちは。こんな雨の日の中、詳しいですね。逆に俺が売りたいんだな。アリボーの剣レベル2か。レオナ売る。ベレンチョケ売る。シャツも売る。お、アルダーの民のブーツ、良さげなものだな。だが今は何もできない。カリウドのコテ売っとこう。武器修理職人、おー、いいね。ビッチャの剣は売らん。シルバートンの剣、マジックアイテム。これはでもどうなんだろう、壊した方がいいのかな、もしかして。まあ売っておこう。少なくとも現状で使用することはないだろう。こんなものか。重量減ったには減ったけど、ウィッチャーの剣系は置いといて、後で強化した方がいいんだろうな。このおっちゃん、俺欲しいものはそんなに売ってないな。特に欲しくはないかな。うん、特に欲しいものはない。何がそんなに重いんだ。なんか重量が結構ギリギリなんだけど、俺なんか持ってるのかな、気づいてないだけで。狼の皮使おうかな。商品に売却するから、とりあえずおっちゃんがここぐらいしか買えないから、これぐらいで。おっちゃんがないんだよね、お金。結構金になった。よし、またね、おっちゃん。またな。100円です、助かった。よし、このまま向かうか。あれ、こっち、こっちじゃないよね。おお、怖い。この景色は怖いな。このバンをしている人、そりゃこんなところは、このところに住んでいたらね、いないとダメか。これは砦か。ああ、検問みたいなのがあるってことか。普通に通っていいのかな。すごい人でごった返している。あれ、もしかしてこれ通れないパターン。なるほど。止まれ、ここは通行禁止だ。伝染病か何かがあったのか。伝染病、いや違う。とにかく町に入れるわけにはいかない、そういう命令だ。通行証を持っているなら別だが。なるほど。誰の命令で町の門を閉めてるんだ。国王陛下ご自身って話だ。貧乏人や難民に都市を汚されたくなかったんだろう。ま、ひどい兵士だな。人が自由に行き来できるってことは、諜報員も簡単に潜り込めるからな。これなら諜報員も仕事しづらいだろう。だから通行証がなければ通せないのさ。なるほどな。どんな通行証の話だ。ああ、普通のやつだ。通行許可証さ。誰が発行している。俺が知ると思うか。俺はただの下級兵士だ。そうか、役に立たない兵士め。さらばだ。
そ、まさか。アンダポオンダを渡るための通行証手に入れろ。了解した。しょうがねえな、ここまで来て通行止めとは。しかし綺麗だ。だが考えてみろよ、川を渡ったら、川を渡ったらどうなるんだ。やってみるしかない。俺はやってみるしかないぞ。なあ兵士さん、あんたもそう思うだろ。はいは、はい、どうローチ、はいどうローチ。さすがローチ。よし、ちょっと待てよローチ、ちょっとここで待機していてくれ。俺はちょっと川を渡ろうと思う。帰り道に会うパターンだ、間違いない。セーブして試してみるのも悪くない。せっかくここまで来たんだ。トラブナーに襲われて死んでしまいそうなんだが大丈夫かな。はい、さアイテム入れられそうだな。ういよい、はい、さういさ、やはり渡れるではないか。これで役人さんが取りに来るかな。こんにちは。渡れてしまったんだが、ごめんなさい。大丈夫か、この町。警備がザルじゃねえか。ザルやな、ザルや。トロールに注意、やったね。どんどん取っておこう。いろいろあるぞ、クエストが。真実は星の中に。まずは修理かな。ジガン兵。ここか、鎧や。北線フルトンスイッチ。OK。さて、こういったクエストを後々進めていこうと思うが、とりあえず、森の怪物、俺も気になる。ようこそ。これはこれは、ウィッチャーか。やっと面白いことができそうな予感がする。仕事が足りないようには見えないが。ああ、これか。レダニア軍の注文だ。正直つまらんのだ。次から次へ同じものばかり。何の技巧も必要ない。いいものを作りたいんだな。もちろん、ものづくりとは女中と寝るようなものだ。一通りお決まりのことはできる。だがそこには歓声も叫びも総立ちの喝采もない。だから何か特別な注文で腕を磨かせてくれるか。いいね。鎧の話をしているんだよな。そうとも、他に何がある。こいつ、いい人そうだ。品物を見せてくれ。品揃えを見せてくれ。とりあえず、レシピを書いてる。おお、レシピの数見てくれ。とんでもねえ。なんてこったい。ロビグラドの長剣レベル4。今使ってるやつと同じってことかな。差がわからんな。書かれてないんだよね、差が。多分ないってことかな、差が。アリウドのブーツ。ただ、次のレベルで装備できるレリックのブーツがあるから必要ないかな。ズボンは買った方がいいかもしれない。カリウドのコテ。あ、これ、あれかな。今装備してるやつが壊れかけているから、この差が出ているってことかな。カリウドのブーツ、マジック。全部買った方がいいのかな。レダニア兵、ケール、ロイ、サムルのなんたらかんだら、いろいろな。アクセスの刻印、イグニの刻印、クエンの刻印。注文の刻印。注入か。真珠の粉末。いろいろあるな。まあ。とりあえずどうしたものか。なんかいろいろと使わないものがあると思うから、それらを売っておくべきだろうか。その前に修理か。制作で修理。ヘビ流派の鋼の剣。これを修理したいんだが、金かかるな、かなりかかるな、ジョッちゃん。ちょっと金がかかりすぎなんじゃないか？どう思う？これは、少し下がっているけれど、71% か。どうなんだろう。現在装備しているのは、ハリウッドのズボン。でも、必要レベル1のやつなんだね。
軽装のアビリティを取ろうと思っているから軽装で済ませようかなと思ってるんだよね、ほとんど。うん、エレガントな方位、これは 85%。 おそらく伸長するからそこまであれではないんだけど、どうするかな、装備を新しく伸長しておいた方がいいのかな。これはレベル5なんだよね。これも軽装だから、ちょうど軽装が欲しい人だからな俺。レベル6か。6は装備できない。ヒエダのズボン、これズボンどれが、カリウド系が、カリウド系があれなのかな、おそらくカリウド系が一番軽いやつかな、ここにあるのであと。追跡者のブーツっていうのもちょっと気になるな。高いな、何個か高いのがあるな。制作ちょっと見てみようぜ。うん、防御力32か。必要レベル1なんだよな。それでもすごいすごい。ウィッチャー装備、装備かっけえ。レベル9必要か。これ今使ってるやつだよね。めちゃくちゃ上がるな。追跡者のズボン、これはあとあとかな、やっぱり作るなら。ここら辺レベル高いや。そりゃそうか、ここにまだ来る予定ではなかったんだものな。よく考えればシルク作れるんだ。まあここら辺はとりあえず関係ない。おお、とてつもなく強いな。グヴェンデル、ディスクレア、指流派の銀の剣は今持ってるんだよね。新しい鋼の剣が欲しいところだけど特にないな。またな。じゃあな、あとでこいつとグエントで勝負しなきゃいけないとは思うんだが、あとにしとこう。おっと、みんなこっち、なんか言ってるぞ商人さん。あとはここに剣を、剣関係の職人がいないかを探さないとな。あとここワープがないな、そういえば。見つけていないだけ？そもそも本当にない。あ、そうか、そりゃワープねえか。ここ本当は今入れないんだもんな。通行不可って出てるしね。ここか？どこで通行を発行してもらうんだ？これ。通行証。どっかに出てるのかな？書いてないな。どこかで発行してもらわないといけないよってしか出てないのか。なるほど。とりあえずここで鎧職人がここにいるから、おそらく剣とかの職人もいると思うんだ。なのでちょっと探してみようと思います。次回あたりでね。ではまた次回。ホビドアでした。